こちらが昔ながらの雪見障子です。そしてこちらが現代版の雪見障子。パカッとね、こちらアイディアとそして高度な技術すごいですよね。制作した佐藤建具ふすま店の佐藤隆弘さんは、県の制度薩摩の名勝に初めて認定されました。第一号ということで気を引き締めて何に恥じないように頑張りたいと思ってます。こちらのお花、なんとこちらカンナくずでできているんだそうです。初めてカンナ削りに挑戦した上園さん、結構上手にできました。すごい、できた。でも見てください、これ汗こんなに力があるとは。ちょっと最初がちょっとちぎれちゃいましたね、はい、加減が。でもすごくバランスよく力を入れてるので。本当ですか、嬉しい。ふるさと鹿児島、県立高等技術専門校で学んでスペシャリストを目指す皆さんを追います。県立宮野城高等技術専門校は住宅建築分野でのスペシャリストを養成します。建築工学科は 1,2 年生36人が訓練を受けています。木造の建築大学を養成する学科になります。木造建築の主に在来工法について訓練しています。今行っていますのは杉手とか敷地とか基本的な小屋の製作作業になります。のみやカンナなど道具をいかに使いこなせるかが一人前の大工職人になるための基本です。ご覧ください、こちらにはいろんなカンナが18種類もあるんです。例えばこちら昔ながらの槍型のカンナですとか、なんか変わった形のものもたくさんありますよね。さらには見てください、こんなに小さなカンナもあるそうです。1年生はほとんどが大工道具を扱うのは初めて。指導者の技術を真剣な表情で学んでいきます。今はまだ、道具の手入れや使い方について勉強しているところですが、将来、立派な家を建てられるように日々精進していきたいです。自分が思ったよりも難しくて繊細ですけど、出来上がった時の達成感を味わえます。では最後に将来の夢を教えてください。はい、自分に頼まれて良かったなって思われるような仕事をしたいです。先生、こちらはどんな建物なんですか？ここはですね、訓練生がクロス張りとか建具を作ったりする実習家屋ということになります。もうすごい家具もたくさんありますね。これは訓練生が制作した家具になります。すべて。そうですね、地域の方々に販売もしています。室内造形家の作品、技術レベルの高さを物語っています。西須さんは室内造形家を修了。これまで技術を競う全国大会に出場を重ねて優秀な成績を残しています。やっぱり基本的なことを教えていただいたので、やっぱりその、仕事でも基本が分かってないとやっぱり仕事が進んでいかないので、その辺をしっかり学べたのはすごく今もためになってます。今年2月には技能グランプリで銅賞の3位を獲得。県の制度薩摩の匠にも認定されました。一つの目標としてやってきてはいたんですけど、どこか自分でもまだ引っかかる部分があるので、そういう、自分でそう思えるようになれればいいなとは思います。宮野城高等技術専門校の室内造形科は 1,2 年生32人が学びます。木工機械を使った大きな家具を製作しますので、機械を使いこなす技術ハイレベルの訓練になっていると思います。
木製家具、建具、インテリア、内装工事などの一流の職人を目指します。技能っていうのは、まあ、いつ始めても遅くはないと思うので、ね、それはもう自分の力次第、努力次第で身についていくものですし、自分の作品を見てこの木工をやってみたい、ものづくりをやってみたいと思っていただけるような作品を作っていけたらなと思っております。室内造形家、最近は女性の訓練生も増えています。体力的なハンデがあるので、負けないように体調管理とか体力作りとかには心がけてます。一軒丸ごと受け持てる大工にもなりたいし、木工師っていうのも語りたいので、どちらとも上手にできる人になりたいです。この丸をした方を使う。宮野城高等技術専門校は昨年度就職率 100%。 修了による取得資格や受験資格などが充実、実践的技能を身につけられます。佐藤建具ふすま店の後継者佐藤隆弘さんは専門校の修了生。僕自分があるのはやっぱり学校に行って基礎知識を学んだおかげだと思ってます。今年2月には技能グランプリに出場しました。佐藤さん、こちら技能グランプリの課題ということなんですけども、はい、いっぱい練習されたんですね。10回はしてるんですけど、機械加工では加工できない敷地ばかりがこう盛り込んであるんですよ。佐藤さん、過去4大会連続銀賞を獲得。それでも飽くなき挑戦者として6回目に臨んだんです。高度な課題内容が入っているので、その内容を克服するっていうのに試行錯誤したり、新しい特殊道具を入れたりとかっていうので、出る前と出た後の自分のその技術の向上っていうのは全然違うと思います。練習の成果もあって、鹿児島の選手では初めて金賞に輝きました。実際こちらが、はい、その技能グランプリで作った作品なんですね。はい、今までやっぱり苦労してきたから、取った時っていうのは嬉しさ半分、まあ驚きっていうのもあったし。おめでとうございます。佐藤さんは県の制度で初めて薩摩の名将にも認定されました。そのグランプリ優勝とかですね、薩摩の名将というその看板を背負って、それに負けないように自分でも技を磨いて頑張って後継者の育成をしていくというのが目標です。県立金谷高等技術専門校は電気設備科のみ。現在34人が訓練を受けています。住宅、工場、事務所など電気設備に関しての技術を習得します。また自動制御の技術や情報通信技術、さらに空調機器設備の施工法などを習得し、幅広く対応できる技術者を目指します。70年にわたって鹿児島の電気関係の技術者を送り出しています。熊本地震があったんですけど、それを見て電気が重要っていうことを知って、その電気を工事する人の一人として働きたいなと思って、電気設備が整っているこの学校を受験しました。お客様に、安全な電気を届けられること、ゆくゆくは、まあ、災害で困っている人たちを助けたいと思って。高等技術専門校は資格取得に力を入れて、即戦力として役立つような人材の育成に力を注いでいます。昨年度就職率 100%。 修了生が工事現場で活躍しています。内さんは嘉永電鉄に入社して3年目。やっぱり学校と職場ではもう状況雰囲気全然違うんですけど、もう自分も今一人前になるようにですね、先輩方から
仕事を任せてもらってもう頼られるようになるのがもう今の目標です。心地いいよ。はい。内さんは新たな資格を取得してキャリアアップを目指しています。はい。訓練学校で一生懸命学んだことを覚えて怖がらずに現場で一生懸命やっていただければなと思います。金谷高等技術専門校は2年生で2つのコースに分かれます。今やっているのは制御実習と呼ばれるものです。世の中のいろんなところに使われているんですけれども、例えばエレベーターであるとか信号機であるとか、そういったものは機器によって制御されています。それのプログラミングという作業をここでやっています。次に受電電圧計の確認をお願いします。電圧よし。高圧変電設備では声を掛け合いながら実習です。実習装置なので電気は来ていないんですけれども、実際の設備というのは電気が来ていて非常に危ないものですから、指差し確認であるとか、まあ、ヘルメットをかぶってますけれども、そういった安全の防具作業を重視しています。僕仕事を辞めてるんですけども、その後にちょっとどういう仕事をしようかなって考えた時に、やはり電気というのはこれから先も重宝される仕事だなと思って、台風とかの被害が多くて、その復旧作業をしている作業員の姿を見て自分もこういう仕事がしたいなと思いました。父親が九州電力で働いているので、その影響でその専門学校に入校しました。今自分が目指しているところに入って、何年かしたらここに帰って地元に帰ってきて会社をしたいなと思ってます。県立高等技術専門校は4校、吹上高等技術専門校には自動車工学、機械整備、金属加工の3つの学科、相田高等技術専門校には情報処理科、メカトロニクス科の2つの学科があります。金谷と相田の専門校ではオープンキャンパスを開催する予定です。実習体験などとともに入校相談に当たります。